高がってふわっと広がった翼、もっと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 見たい光はその先へ、重なってキラッと輝くよ翼、心にきっとある未来へつなぐ翼。ニコの心の音、皆さんこんにちは。ますますイオシふるさと観光大使シンガーニコが送ります。あっという間にね、もう9月ということで、皆さんいかがお過ごしでしょうか。最近の私はですね、断捨離女子ということで、もう家の中をちょっとこう変えてやろうという気持ちで壁を塗ったりとか、もう本当にもう気に入ったものしか置かないとか、なんかDIY 女子になっております。家の中でもぜひ快適に過ごしてくださいね。今日はイオシを愛してやまないあの方に登場していただきたいと思いますよ。この番組は富士トラベルサービスの提供でお送りします。富士トラベルサービスでは10月24日から26日2泊3日松山港発着の世界遺産屋久島クルーズを募集しております。美食の船と言われる日本丸で贅沢な時間を過ごしながら神秘の島屋久島へ行ってみませんか。お問い合わせお申し込みはお近くの富士トラベルサービス各店へ。さあ、それでは竹地国則伊予市長さんにイオシ愛をたっぷり語っていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ニコさんお久しぶりです。久しぶり、よく会ってますけど。ああ、そうだったっけ。はいはい、イオシの魅力っていう、市長がやっぱおすすめするイオシの魅力ですね。でもまずもってね、せっかくのラジオなんで、申し訳ないんですけど、今デルタ株って言われるウイルスが、変異株が蔓延してるんで、非常に市民の皆さん方にももろもろご迷惑かけてるんですけど、今が一番大切な時期なんで、どうかそれぞれ自粛お願いしたいなって思ってます。はい、はい、魅力っていうことですけど、はい、伊予市も大きく分けると6つのブロック、はい、南伊予、郡中、北山崎、はい、南山崎、二見中山、はい、例えば中山、昨年の3月21日に松山自動車道の中山スマートインターチェンジ開通しました、はい、その時に国土交通省さんに行って、クラフトの里が道の駅中山になったんですけど、はい、その道の駅中山の紹介じゃなくして、国道、目の前の国道56号線から正面約車で10分かかるかな、はい、松森城跡地っていうのがあるんですよ。松森城跡地、はい、これどんな城かっていうとね、はい、戦国時代に土佐の長宗我部さんが攻めてきて、なんとか撃退をしようと作った出城なんですけどね、そこから眼下に広がる瀬戸内海であったり、反対側の新興山の山並み、ほんと360度素晴らしい。今年の1月にね、チェーンソーを扱える職員みんな来いって言うんで、はい、チェーンソー持っていらない木は切ってきましたし、はい、素晴らしいとこがあります。ピンポイントで、行きたいので、たくさん黄色い丘とかフラワーハウスとか花の森とかあるんですけれども、ちょっと割愛させていただいて、はい、下に下がってね、海の方に行くと二見、この二見、先般、リニューアルグランドオープンした道の駅二見、この話すると長くなるんで割愛させていただいて、はい、そこから幾分山あいに入ると、はい、緑航空っていうのがあるんですよ。はい、緑小学校ですかね。そうそう、よく知ってますね。はい、緑小学校っていうのはもう愛媛県下でも最古の現役の木造校舎ということで、本当に素晴らしいとこです。はい、はい、子供たちも元気です。はい、そこから見る夕日、これは海には沈まないんですけど、両サイド山からこう落ちていくんですけどね、本当に日によったら素晴らしい茜色になって、二見の夕日も、地平線に落ちる夕日もこんなに綺麗んだっていうイメージがあるんで、うん、ぜひいちご狩りのシーズンは今じゃないけれども、はい、もろもろいろんなイベント等々、蛍祭りとかやってるんで、ぜひ緑地区にも来てもらいたい。はい、うるすみの菜の花や、ハモの水揚げで有名な豊田漁協や、もろもろありますけれども、下田駅も有名になってるけど、そういったエリア。そして、南山崎っていうところは直轄国道の56号線が通ってて、はい、やはり南予への出入り口という、位置づけで、本当桜のシーズン、
平岡っていう、ちょっと山に行く、その平岡抜けて下がったら中山の猿谷に行くんですけれども、はい、平岡の桜並木、これは素晴らしい絶景です。当然降りたら瀬戸内海も見渡しながら、飛んでる飛行機も見渡しながら桜、お花見っていうか、はい、できるエリアなんで、ぜひ、その桜のシーズンには行ってもらいたいなって思ってます。いいですね、はい、お花は本当に植物そして景色も人の心を癒すっていう力がすごくあると思うので、そうだね、男も女も花のある、いやいやいや、そうじゃないのか、市長、それと、まあ、北山崎に目をやると、まあ、市民体育館のエリア、英明国体ではホッケー場にもなったエリア、はい、で遊具もありますから、ゆっくりのんびり楽しめる安心したエリアなんで、ぜひね、来ていただきたいな、そのように思ってます。そうですね、今まあ、コロナ禍ということなんですけれども、こう一日こうドライブでっていう形で自然と楽しんでいただくっていう伊予市の魅力、やっぱり一番癒される心ですかね。そうですよね、人も自然も優しい伊予市っていう位置づけなんで、はい、素晴らしいエリアだから、芝生に寝転がってね、3密対策取りながら、そういったエリアも楽しんでいただきたいなって思ってます。五色浜、五色姫海浜公園っていうのがあるんですけれども、はい、全国高校生たちが集まってきてビーチバレー、マドンナカップやってます、全国大会、はい、それともうこの十数年、フラダンスも結構やってるんで、最近、あら、ニコちゃんにも、お手伝いしていただきましたけど、はい、ハイビスカス、そうですね、植えました。本当ね、伊予市はね、フレーズとしては、誰一人置き去りにしないコミュニティ形成の中で、誰一人取り残さない伊予市っていうことで、未来ビジョン、3万人が住み続けられる自治体を目指してますから、はい、最後に南伊予駅。はい、ですけれども、はい、愛媛県下で29年ぶりとなった新駅なんですけど、大きなフィールドに貨物基地引っ越してきました。そこには素晴らしい転車台、最新のターンテーブルがあります。鉄道ファンにとっては垂涎の的ということで来てます、写真撮りに。それと夜、本当に光光たる光の中に、整備車両のアンパンマン号であったり、淀線のミニ新幹線なんか入ってきます、はい、私が名付けているのはジュエリーステーション、はい、ぜひ夜南伊予駅に来ていただきたいなと思ってます。はい、本当に美しいです。その駅の中もちょっと入れたりするので、近くでぜひね見ていただきたいと思います。それでは今日も伊予市愛たっぷり語っていただきました。武智邦紀伊予市長でした。ありがとうございました。どうもありがとうございます。またよろしくお願いします。伊予市長、まだまだ言い足りないという部分がありますが、伊予市素敵なところ多いです。私もたくさん伊予市の素敵なスポットをお知らせしていきますよ。さあ、ここでニコのお知らせです。伊予ニコミュージックというニコの YouTube チャンネルあります。ぜひこちらもチャンネル登録よろしくお願いいたします。 Google で伊予ニコ検索してみてください。また木曜日お昼11時45分にお会いしましょう。お相手はニコでした。今日も一日スマイルで。この番組は富士トラベルサービスの提供でお送りしました。 心に